はい、皆さんこんにちは、しば時計です。今回ですね、再録シリーズとしまして、手巻き時計の楽しみ方についてお話をしていきたいと思います。まあ、今ではですね、自動巻きが当たり前のこう機械式時計の流れなんですけども、まあ、あえてですね、この時代に手巻き時計を楽しむ、この手巻き時計の魅力を考えていきたいなと思いましたので、改めてですね、動画を作っていきたいと思います。まあ、時計好きの皆様もですね、意外と手巻き時計持っていないっていう方も多いかなと思うんですけども、まあ、手巻き時計がすごい好きだ、手巻き時計ばっかり集めちゃってるよっていう方ですね、もしよかったらですね、この手巻き時計の楽しみ方であったり魅力っていうのをですね、コメントにて教えていただけたらと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。はい、まずですね、手巻き時計ってそもそも何かっていうところなんですけども、まあ、機械式時計って手巻き時計と自動巻き時計の2種類に分けられるんですけども、まあ、そもそもですね、機械式時計って始まりは手巻きが主流でした。まあ、懐中時計を思い浮かべると分かると思うんですけども、同じようにリューズを巻いて、で機械を動かすっていうのが基本的な、時計の使い方だったんですけども、まあ、そこにですね、ローターっていうのが加わって、腕の振りに合わせてこう時計が勝手にこうゼンマイ巻いてくれて、でそれで動くっていうのが主流となって、今ではですね、機械式時計といえば自動巻きっていうことで、かなりの数がですね、生産をされております。まあ、その中でもですね、手巻き時計って未だにこう根強い人気があったりとか、まあ、名機と呼ばれる時計も何本かあってですね、未だに製造されているんですけども、まあ、結構マニアックで種類が少ないのが手巻きではあるんですけども、まあ、非常にそういった点では希少価値が高くですね、まあ、メリットデメリットが明確に分かれていて、好きな人には本当に好きでハマるような、時計なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、なので、まあ、自動巻きと違ってこう腕の振りに合わせて機械が巻かれないので、まあ毎日、ほぼほぼ毎日というか、最近はパワーリザーブが長い手巻き時計も多いんですけども、まあ、1日1回はしっかりとフルで巻き上げる必要があるっていうのが手巻き時計になります。はい、まあ、まずですね、実際に巻いていきたいと思います。ヴィンテージの時計ほとんど手巻きになりまして、結構音も大きいので、ちょっと音を聞いていただきたいかなと思います。ちょっと静かに巻いてみます。はい、聞こえましたでしょうか。まあ、音を拾うのなかなか難しいので、ちょっとしっかり聞こえなかったかもしれないんですけども、カリ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 っていう音がですね、して、すごくこう心地よい音が、響いておりました。まあ、このようにですね、しっかりと巻くときは、フルで最後まで巻き上げる必要があってですね、まあ、中途半端に巻いてしまったりとか、いつもと違う時間で巻いてしまうと、変なこう巻き癖ができてしまったりとかしてですね、まあ、精度に影響してしまうとのことなので、しっかりとですね、まあ、朝、毎朝とか、まあ、決まった時間にしっかりとフルで巻き上げるっていう必要があります。で、手巻き時計は自動巻き時計と違って巻き止まりっていうのがあって、今こうくるくるってしっかりと回すことができたと思うんですけど、途中でこうグッて重くなる瞬間があって、それが巻き止まりって言って、まあ、これ以上は巻けませんよっていう、お知らせというかポイントになるので、それ以上グッて無理に巻いてしまおうとすると壊れてしまいますので、しっかりとですね、指の感触で確かめながら巻いていく必要があります。はい、まあ、今巻いたのをですね、見ていただいて分かると思うんですけども、やっぱりこう手巻き時計の楽しみ方の一つとしては、この手で巻く感触だと思います。まあ、自動巻き時計もリューズで巻くっていうですね、楽しみ方もあると思うんですけど、自動巻き時計以上にですね、この手で巻いている感触っていうのがすごくこう、なんていうんですかね、ダイレクトに伝わってきて、非常にこう楽しく巻くことができます。
まあ、もちろん機械によっていろいろ巻きやすさとか違ってきて、例えばこのユンハンスのマックスビルなんて結構リューズがちっちゃくてですね、ちょっと痛いんですけども、重たかったりするんですけども、で、まあ、巻いてるとやっぱりこう楽しさを感じますし、まあ、巻くたびにですね、自分がこうやって動かしてるんだっていうところで、手巻き時計っていうのは非常にこう自動巻き時計よりもですね、愛着が湧きやすいんじゃないかなっていうふうに思います。こういうふうにですね、しっかりと動かしてあげるっていうところが本当に面白いですし、こう時計を眺めながらですね、こう自分がしっかりと動かしてあげてるんだっていうのをですね、感じることができると思います。はい。で、2つ目のですね、メリットとしては、自動巻き時計と比べて比較的ですね、薄くて軽くて丈夫なところかなと思います。まあ、もちろん機械にもよるんですけども、部品数が自動巻き時計よりも、少なくてですね、なので比較的これはドーム型の風防なのでちょっとあれなんですけども、薄いんですね。これストーバの手巻き時計なんですけども、薄いですし、部品数が少ないので薄いですし、非常に軽いっていうところで、あとは、まあ、部品が少ないのでメンテナンスの際とかもですね、比較的値段も安くできたりとかもできますし、まあ、壊れにくさっていうのもあるのかなと思います。まあ、もちろんそれは機械にもよるんですけども、その辺はですね、非常にこう自動巻き時計に比べてのメリットっていうのがあったりします。はい。で、3つ目のメリットとしては、まあ、これ私が持っている手巻き時計の中で唯一の裏付けなんですけども、機械の動きを楽しめる、ムーブメントの、装飾美を楽しめるっていうところかなと思います。非常にですね、こう手巻き時計っていうのは美しさがあります。自動巻き時計の中でもシースルーバッグになっていて、こうやって綺麗に装飾されているものもあるんですけども、手巻き時計はローターがない分ですね、こうダイレクトに機械の装飾美を楽しむことができるっていうのが、大きなメリットかなと思います。まあ、これストーバはポンのせって言ったらあれですけど、自社ムーブとかではないので、まあ、そのまんま使っているだけなんですけども、まあ、自社ムーブとかでこだわっている時計、手巻き時計とかだとかなりですね、ムーブメントも豪華、美しくなっているっていうのが挙げられます。で、実際にこう手で巻いている時とかのこう動きとかもですね、こう楽しめるのも大きなメリットなんじゃないかなと思いますね。もうこれずっと眺めていられますし、本当に私はこう機械を分解したりはしないんですけども、すごい美しいなと思いながらですね、いろんな部品を眺めたりしちゃってますね。はい。で、まあこういったメリットを挙げたんですけども、逆にですね、手巻き時計のじゃあデメリットは何かっていうところなんですけども、まあ、やっぱり巻くっていうのが楽しいとは思うんですけども、若干めんどくささを感じることもあるかなと思います。まあ、自動巻き時計であれば軽く振って、ですぐ時間合わせてそのまま腕につけて動けばしっかりとですね巻いていってくれるんですけども、手巻き時計はしっかりと自分でフルに巻き上げる必要があります。このようにだいたい30回以上ですかね、こう巻かないといけないので、まあ、今日この時計を使いたいなって思った時には、まあ、朝にしっかりとこうやってフルで巻き上げておく必要がありますので、そうしないと途中で止まっちゃったりとかしますので、やっぱりですね、これがめんどくささを感じる人も多いのかなと思います。まあ、パワーリザーブの長い手巻き時計であれば、まあ、2日に1遍とかで大丈夫だと思うんですけども、やっぱりこう習慣的に巻かないといけないっていうのは、やっぱり性格的にめんどくさいなって思う人もいらっしゃるかもしれないです。で、2つ目のデメリットとしては、種類が少ないっていう点ですね。まあ、今は機械式時計で検索してもやっぱりほとんどが自動巻き時計になって、あえて手巻き時計をこう検索探そうとするとだいぶ数が少なくなってしまいます。まあ、ユンハンスとかノモスとか、あとグランドセイコーの手巻きラインとか、あとオメガスピードマスターとか、ジャガールクルトのレベルソとか、まあ、手巻きの名作って本当にいっぱいあるんですけども、
まあ、いろんなこうブランドが手巻きをしっかり出してくれてるかっていうとそういうわけではないので、結構ですね手巻きを選びたいっていう方で好みのデザインっていうのは意外と少ないかもしれないので、そこはデメリットかなと思います。はい。で、まあ、最後にですね、まあ、おすすめしたい人というか手巻き時計をこういう人に合ってるんじゃないかなっていうところで言うと、まあ、例えばこうこだわりたい人ですね、まあ、他の人と被りたくないとか、まあ、あえてこういう機械式時計のこうなんていうんですか、マニアックなものとか、まあ、2って言ったらあれですけど、他の人と被らずにこういいものを持ちたいなとか、またはまあ自動巻き時計ばっか買ってたけどたまには手巻き時計もいいかなって思った人とかですね、そういったこだわりを持った方とかにはおすすめしたいかなと思います。まあ、私も基本的に自動巻き時計ばっか使ってるんですけども、たまにこういう手巻き時計を使ってみると本当に、まあ、愛着湧くとまではいかないですけども、こう使う時にしっかり巻き上げてで動きを眺めていると、あ、機械式時計らしさをすごくこう感じる瞬間ですので、まあ、やっぱり楽しいなと思いますね。特にヴィンテージの時計とかをこう巻くっていうのは、うん、このスミスさんもですね、お気に入りのヴィンテージ時計でわざわざオーバーホールまで出してですね、長く使えるようにしてるメンテナンスもしてもらったので、まあ、これたまに巻いてあげるだけでもですね、音を楽しんだりとか針の動きを眺めたりとかですね、そういったものも楽しめますので、あえてですね自動巻き時計ばっかり持ってるけどたまには手巻き時計もいいかなっていう人にもおすすめしたいかなと思います。まあ、逆に手巻き時計に対して魅力を感じないとか、絶対めんどくさいだろうなっていう、そういった考えをお持ちの方にはちょっと向いていないかなと思います。まあ持ってみて価値観が変わる可能性もありますけども、持ってみてあやっぱりめんどくさいな、使わないなってなってしまう可能性も高いので、なのでまあこだわりを持ってちょっと時計、手巻き時計って楽しそうだなっていう興味がある方にはおすすめをしたいかなと思います。じゃないと多分めんどくさくなってですね、使わずに放置してしまうこともありますので、まあたまに使うならいいかなとか、眺めるだけでもいいかなっていう方にはおすすめしたいかなと思います。はい。というわけで、まあ、今回ですね手巻き時計の楽しみ方についてお話をさせていただきました。まあ、皆さんなりのですねこう楽しみ方とか魅力っていうのがあったりとか、もうこの手巻きといえばこの時計だよねっていうのがあればですね、ぜひコメントにて教えていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。というわけで今回は以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では失礼いたします。